こんばんは、こんにちは、モテラです。今日は2週に続きまた富士山に来てしまいました。もう大好き、富士山の爬虫類が富士山の体じゃないの？あ、もう富士山の体はな、ちょっとな、ここはちょめちょめとしといてグレーの部分が出ましたね。そう、お店に来てるからグレーゾーンは置いといて、はい、今日はとっても可愛いアイドルを紹介したいと思うんですけれども、はい、そのアイドルを紹介する人がまた可愛い子供店長さんです。はい、子供店長さん、今日の動物を紹介してくれますか？はい、あの子はちょっと怖がりなミーアキャットですが、遊んでくれます。はい、遊んでくれます。例えば、例えば、マスクの近くに行くと、逃げたりします。あ、そう。これはずっと泣いてるの、この子は。はい、ずっと泣いています。あ、そう。ミーアの食べる食べ物で一番好きなの何？フードですね。ここに入っちゃう。このフード。はい、このフード。コオロギとか。コオロギとかも食べます。コオロギ。はい。コオロギ食べんの。はい、で、今なんかガシガシしてるけど、これは何？遊んでいます。遊んでんの？はい。こう爪は長いけど、この爪は長いけども、うん、これのために長くしたりとか掘るの？掘る。飛んでると掘るよろ、こいつら10匹ぐらい揃えたら。それは無理。そのやったら、普通に掘るから、うん、こうやってなんか穴に入れたりすると。あ、じゃあ買うときって砂入れんの？こうやって、まあ、いいみたいになる。めっちゃ詳しいな。いつも店長、そしたらさ、うん、ここで働いてるお給料って何もらってんの？カラメル。カラメル1個でここで働いてる子供店長さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ワッキリこれやもんな。エサ、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 店長のエサ、ごめんごめん、店長の給料、店長の給料、これな、キャラメルやって、これやもんな、かわいい、賢いな。